皆さんこんばんは、芸能人みなりです。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、タワーレコード渋谷店さんにお邪魔します。ありがとうございます。ありがとうございます。で、本日12月8日、はい、ついにですね、セカンドアルバム、虚像と実像をリリースしました。ありがとうございます。いや、やっとです。やっとね、こう皆さんの元に届くということで嬉しい気持ちでいっぱいなんですけども、アルバムのね、まあ、はい、お気に入りの曲なんかをお気に入りの曲と言っていただければなと。お気に入りですか？お気に入りです。ゴールとか。あ、ゴールですね。はい、ドラマのエンディングなってます。うん、はい、僕はそうですね、早速よりも早く走れとか。どんなところがいい？そうですね、やっぱりなんか僕らっぽくないけど、なんか少し僕らっぽさもあるから、うん、少し挑戦的な曲でもあったので、応援ソングはですね、すごく印象的でありますね。そうだね、いや、いいと思う。まあ僕はあの0と1の幻想っていうのが、やっぱこう、ね、ゴリゴリの、まあ、ラップ曲を、うん、やっぱ僕ラップが好きなんだけどね、うん、いや、そういう面でもこの曲がいいなと思います。こちらですね、そして特典が、タワーレコード渋谷さん、はい、渋谷店さんにこの特典がありまして、ね、こう、サインと。サイン入りソロポスター、B さん。でかい、でかいんじゃない？もう相当でかいんですよ。わかんないですけど。相当でかい。そして収納柄ポスター、これ B2 です。はい。そうですね。さあ、どんぐらいの大きさなんでしょうか、わかりませんけど。多分でかい、多分でかいのはわかんない。大きいのかな、わかりませんけども、ね、こちら特典でありますので、はい、皆さんぜひタワーレコード渋谷店さん遊び来てください。よろしくお願いします。はい、します以上、ゲームは自分にあるでした。バイバーイ。タワーレコード。